カモメだ。作り物だけど可愛いですね。こんにちは、ルナです。今日は初めて県外に来てみました。ここは島根県で広島県の隣に位置しています。ですのでこの海は瀬戸内海ではありません。ここは日本海と呼ばれる海です。そしてここは観光客の間で有名な建造物があるんです。あれは日の岬灯台と呼ばれる建造物で、実は日本で一番高い灯台なんです。約44メートルを超える高さなんです。それでは頂上まで登ってみようと思います。大変でしょうが多くの人が挑戦しています。ちょっと待って、あのポスターたちを見てください。あの人知ってる。彼女はとても有名なんですよ。彼女は篠田麻里子さんです。元 AKB48 のメンバーで、今はたくさんの CM に出演しています。彼女は海上保安庁に勤めてはいませんが、父親がそうだと聞いています。ここは階段です。とても狭いですね。ここで働いている人は相当体力があるんだろうな。ちょっと心配になってきました。登るのがちょっときつそうです。でも親子連れの方も登っているみたいだから、私にもできそうです。1900年に建設を開始し、完成したのは1903年だったそうです。ここまでで50段くらい登ったかな。全部で何段くらいあるんでしょう。ここの次に日本で2番目に高い灯台は北海道にあります。100段目まで登ってきました。ジムでトレーニングしているみたいです。まだまだあるので頑張りましょう。もし海で何かしらの事故があった場合、この電話番号にかけてください。おお、とても綺麗ですね。天気がいいからか、こんなにも遠くまで見渡せるなんてすごいですね。向こうを見てください。風力発電に使われる風車が見えますね。あれは集合型風力発電所といって、日本各地に設置されています。頂上まで登ってよかった。日本海側では景色が全く違いますね。とてもいい撮影スポットです。パンフレットによると、世界で最も美しい灯台の一つに選ばれたと書かれていますが、この景色を見れば確かに本当のようです。そういえば忘れるところでした。これは灯台で、ここが光る部分なんですね。ここは日本一高い灯台であるだけでなく、点灯するライトの大きさも日本一なんですよ。この光は 40km 先の船員にも見えるそうです。遠近はどうやって変えているのでしょうか。絶対難しそう。写真を撮りに来た人は、ここから携帯を落とさないようにしっかりと携帯を持っていてくださいね。このような場所を見て日本に来たいと思っていただければ幸いです。またここには美しいものがたくさんあり、とても楽しいのですが、言語を習得するにはかなりの粘り強さが必要です。でも漢字を覚えれば楽になりますよ。それでは勉強していきましょう。For watching. This is our first video in a different prefecture, but we're going to keep going. So remember to subscribe that you won't miss anything. And if you think it's interesting, please push the like button. Today's first 漢字はこのように書きます。1、2、3、4、5、6、7。画数は7画です。訓読みは体です。In English, 体 means body. 音読みは体です。例を挙げると、体重、液体、体育、レブは
若い頃は体育の授業に参加していましたが、学校を卒業してからは運動しなくなったので、体重が増えてちょっとやばいです。次の漢字は、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16。画数は16画です。訓読みは頭です。In English, 頭 means head. 音読みは頭と頭です。例を挙げると、頭痛、頭上、先頭。例文は、どうして頭を抱えているの？体調悪いの？頭痛がひどいんだよね。次の漢字は、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18。画数は18画です。訓読みは顔です。In English, 顔 means face. 音読みはがんです。例を挙げると、顔面、洗顔、笑顔。例文は、私はクリスマスが大好きです。サンタさんが来るよと言った時の子供たちの笑顔で、私はとても温かい気持ちになります。次の漢字は、1、2、3、4、5、6、7、8、9。画数は9画です。訓読みは首です。In English, 首 means neck. 音読みは種です。例を挙げると、首都、首相、手首。例文は、今日はバレー部の練習に行かないの？昨日の練習で手首を痛めちゃったから、今日は勉強するつもりなんだ。今日の最後の漢字は、1、2、3、4。画数は4画です。訓読みは、けです。In English, け means four. 音読みは、もうです。例を挙げると、毛布、髪の毛。例文は、普段軽めの毛布を使っているけど、冬になったので寝るときには暖かい毛布を何枚か使っています。今日もお疲れ様でした。これらの漢字は最初は難しく見えるかもしれませんが、すべて体の部位なので努力すれば覚えられると思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。